ツリス柄は、スズメメツリス柄かに分類される鳥類の一種。かつては、水鳳柄と呼ばれていた。全長約11センチメートル。小型の鳥である。オスの頭部は、灰色で、顔は白く、くちばしから目元を通過する黒い線が目立つ。背中は、赤葛色である。メスは、頭部や、下眼線がやや褐色がかっている。 釣りすがらの仲間はアフリカを主産地としているが、本種はヨーロッパ東部から中央アジア、中国北東部まで広く分布している。また、スペイン、イタリア、トルコ等の地中海沿岸やイランにも生息している。日本では以前は大陸からの名庁で観察例もそれほど多くなかったが、1970年代から陶期にトライする数が増え、現在では、 九州地方を中心とした西日本では普通の冬鳥となっている。群れを作って生活する。水辺に近い川口、川岸、海岸の吉原に生息し、吉の茎の鞘を口しでは入れ中にいる昆虫類を食べる。そのため、生息している足原ではパチパチ音が聞こえることがある。繁殖地では湿地や林の中の樹木の枝に、主に草を使って袋状の釣りスを作る。 これが和名の由来である。卵数は普通6から8個。メスのみが放卵する。ありがとうございます。